こんにちは、カズです。今日は過去20年間でビジネスクラスシートがどれだけ進化したのか、シートの発展に貢献したエアラインとシートデザインはどんなものがあったのか、1990年代後半に遡って順序を追って解説していきたいと思います。飛行機オタクが解説するビジネスクラスシートの歴史です。それでは行ってみましょう。ビジネスクラスシートの開発が活発になったのは約20年前の1990年後半からです。現在のビジネスクラスシートはクレードルタイプというシートから始まったと言っても過言ではありません。今となっては誰もが乗りたくない国際線ビジネスクラスシートですが、1990年後半はクレードルシートを採用するエアラインが多かったのです。シートのリクラインは最大160度ほどで、足音のオットマンも使うとゆりかごに入って横になるような体勢でリラックスできるというのが売りでした。リラックスできる体勢になれるとは言っても、やはりシートはシートなので座ってる感があります。そこを改善するシートとして開発されたのが、1999年に初披露されたバージンアトランティックの J2000 というシートです。クレードルシートは背もたれ、座席が最大160度だったのに対し、バージンアトランティックの J2000 シートは180度になるアングルライフラットと呼ばれるシートです。写真ではシンガポール航空がリージョナル路線のエアバス330で使っていたアングルライフラットシートです。このシートが画期的だった点は、ベッドにした時の面がフラットの180度になるので、クレードルシートの欠点であったシートに座っている感を取り除くことができた点です。ベッド自体はフラットですが、足元が上半身よりも低い位置になるように角度がつけられています。角度があるため、寝ている間自然と下の方にずり落ちてくるという苦情が相次ぎました。ここに写っている JAL のシェルフラットネオがアングルライフラットシートの一例です。足を置く部分が空中に浮いているので、ちょっと体重を乗せると上下に動いてしまうというのもこのシートのデメリットです。ブリティッシュエアウェイズがイギリスのデザイン会社タンジェリンとコラボして開発した世界初、シートが180度フラットになるクラブワールドを2000年に披露しました。このシートが画期的だった点は2つ。まず1点目、世界初、シートが機内のフロアと平行のフラットベッドになること。角度がついていないため、自宅のベッドで横になっているかのように寝ることができます。これにより乗客の機内での疲労度を最小限に抑えることに成功しました。そして下にずり落ちてくる問題も解決です。次に、正面向きシートと後方向きシートを交互に組み合わせてフロアスペースを最大限に活用できたことです。シートは上半身の部分が足元よりも幅が広いデザインで、シートを2つ隣り合わせにするとちょうど上半身の広い部分の真横に隣の人の足元スペースが配置されるため、ワイドバディの飛行機にはフルフラットになるシートにもかかわらず242という配列で設置が可能でした。ブリティッシュエアウェイズ以外のエアラインがこのシートの採用を拒んだ理由が、後ろ向きシートが使われていることでした。その当時はシートは正面を向いているのが当たり前だったので抵抗があったようです。シートはフルフラットになり、たくさんシートを搭載できる。ですが窓側と真ん中のシートに座る人は、通路に出るには隣の人の足元をまたがないといけない。そこも欠点の一つでした。この欠点を解決したのが、2003年にバージンアトランティックビジネスクラスであるアッパークラスに導入された世界初のヘリングボーンシートです。シートは正面向きではなく、全てのシートが通路側を向くように配置されました。この特別なシートの配置により、全てのシートから直接通路にアクセスできるようになりました。つまり自分の好きなタイミングで隣の人の足元をまたぐ必要もなくトイレに行くことができるようになりました。ちなみにシートはブリティッシュエアウェイズ同様フルフラットです。ところがヘリングボーンシートにも欠点がありました。それはみんなが通路側を向いているので、通路を通る人からは丸見え、座っていても通路越しに座っている人の顔が見えてしまうということです。つまりプライベート感が欠けている。さらに窓側に座る人は窓に背を向けているため、外の景色を見るには首を回転させるだけではなく、体ごと窓の方向にひねらないと見えないということで、あまり人気はありませんでした。どのシートからも通路にアクセスができ、フルフラットでプライベート感があるけど、同じ空間にできる限り多くのシートを設置できるようなビジネスクラスシートの開発がこの頃から本格的に始まりました。シート会社のゾディアックがシーラスというシートの開発に成功。初のリバースヘリングボーンシートが後のアメリカンと合併した USA アウェイズの機内に搭載されました。リバースヘリングボーンシートは私のキャッセイの動画やカタール航空エアバス380の動画でも紹介していますが、窓側シートは窓側を向き、真ん中の2席は中央を向いているシートの配置方法です。これによりバージンアトランティックのヘリングボーンの欠点だったプライベート感がない、そして窓が見えないという欠点が一気に解消されました。
2009年以降、このシートタイプは非常に人気になり、たくさんのエアラインがリバースヘリングボーンシートを搭載するようになりました。あまりにも人気でリバースヘリングボーンシートを開発したゾディアックの独壇場でしたが、後に BE エアロスペースもスーパーダイヤモンドというリバースヘリングボーンシートを開発しました。ゾディアックのシーラスシートをパワーアップさせ、使いやすくゴージャスにアレンジしたのがスーパーダイヤモンドシートという印象です。2020年現在、リバースヘリングボーンシートでエアラインとカスタマーに一番人気なのがこのスーパーダイヤモンドシートです。ビジネスクラスシートの最高峰はリバースヘリングボーンシートと認知され始めた期間が数年続きましたが、これに対抗する素晴らしいシートが徐々に出現し始めます。 ANA は2010年に国際線ボーイング777ビジネスクラスに前後のシートが互い違いに配置されているスタガードシート、ゾディアックのスカイラウンジを搭載しました。ヘリングボーン、リバースヘリングボーンシートとは異なり正面向きのシートです。自分の足が前の人のアームレストとカウンタースペースの下に入ることで、シートが占めるフロアスペースを節約でき、できるだけ多くのシートを設置できるようにデザインされました。コンソールの壁を高くすることで高いプライバシー感を保つことに成功。これによりどこのシートに座っても他の搭乗客からは見られにくいとビジネス客からは人気を得ました。ゾディアックの競合 BE エアロスペースは今までにないビジネスクラスの座席配置 APEX を開発。 JAL が2013年に APEX を国際線機材に搭載、スカイスイート1という名前で知られています。正面向きシートを真横に並べるのではなく、前後少しずらすことでどの席からも直接通路にアクセスできるようにしました。隣との境界線はパーテーションを使うことで自分の個室にいるかのようなプライベート感がある空間を作ることに成功。2019年にメルボルン行きの JAL に乗り、スカイスイート1窓側シートを体験しました。ベッドにして横になると通路を通っている CA からも見られないほどの完璧なプライベート感です。 APEX の弱点は通路側のシートは通路ギリギリに設置されているので、窓側シートのようにプライベート感がないことです。なので当たり外れのあるシート配置です。つまり窓側に座れた人はラッキー、通路側はアンラッキーということです。普段は飛行機の搭乗レビュー動画を中心に配信していますが、今回のような解説系の動画をもっと作ってほしいという方は、ぜひ高評価ボタンで教えてください。高評価ボタンが今私のチャンネルで一番再生されている JAL と ANA のファーストクラスの比較動画よりも多くなったら、もっとこのような解説系を作っていこうかなと思います。もうこれ以上ビジネスクラスシートは良くなるのか、もうこれが頂点ではないか。そう思っていた頃に2017年にカタール航空が Q スイートという世界初ドア付きビジネスクラスシートを発表しました。これは BE エアロスペースと共同開発したシートです。一人一人に与えられた広々としたスペース、そしてドアを閉めるとまるでファーストクラスではないかと思わせるようなプライベート感、正面向きシートと後方向きシートを互い違いに配列することにより実現しました。中央席は真ん中のパーティションを下ろすとダブルベッドになったり、モニターを左右に動かすことで4人が顔を合わせて会話できるスペース、2人だけの個室とバリエーションに富んだ使い方ができるのが特徴です。私も Q スイートを体験しましたが、今までとは別次元のビジネスクラスでした。こんなにいいビジネスクラスシートならファーストクラスに乗る必要はないのではというレベルにまで達しています。ここからはちょっと裏話なんですけれども、飛行機のシートにドアをつけるにはアメリカの航空局 FAA の許可が必要で、安全であることが必須条件です。緊急事態に機内から全ての乗客が90秒以内に外に避難できるデザインでないと許可がおりません。なので普通にドアをつけちゃうと90秒で避難できなくなることが理由で開発に時間がかかりました。最終的に緊急時にはドアを引いて開けるのではなく押すことで開けれるデザインを採用して FAA の許可がおりました。カタール航空の Q スイートの成功を追いかけるように他のエアラインもビジネスクラスシートにドアを付け始めました。既存のビジネスクラスシートにドアを付けただけなのはエアバス350に搭載されているデルタ、バージンアトランティック、そしてブリティッシュエアウェイズの最新シートです。デルタ航空は2017年10月からトンプソン社のバンテージ XL にドアを付けて最新シートを使っています。2019年に入り、ブリティッシュエアウェイズがリバースヘリングボーンシートのスーパーダイヤモンドにドアをつけました。これが2019年8月です。その翌月、2019年9月、これを真似るかのようにバージンアトランティックもエアバス350に搭載されているサフラン社、元ゾディアックですね、のシーラス NG というリバースヘリングボーンシートにドアをつけました。ドアがありプライベート感が高いのは確かですが、既存のシートを使っているのですでに存在するシート自体の欠点は解消されません。例えばデルタなら窓側シートはトレーテーブルを完全にしまわないと立ち上がることができなかったり、バージンアトランティックの場合
トレーテーブルとシートがあまりにも近く、食事をするときに窮屈に感じたりするようです。デルタは正面向きのスタガードシートにドアをつけ、バージンアトランティックとブリティッシュエアウェイズはリバースヘリングボーンにドアをつけました。2019年にいきなり登場した ANA のボーイング 777-300ER に搭載された新ビジネスクラスザ・ルーム。カタール航空の Q スイートは BE エアロスペースが開発しましたが、ライバルのゾディアックは黙って見ていませんでした。ANA と共同開発してザ・ルームを製造しました。このシートのプロダクトネームはフューシオというらしいです。正面向きシートと後方向きシートを互い違いにしている点は Q スイートと同じですが、シート幅がザ・ルームの方が広く作られているため、よりファーストクラスシートに近づきました。もちろんドアもついているため、寝るときはドアを閉めてゆっくり休むことができます。このようにビジネスクラスシートの発展を振り返ると、約10年単位で大きく飛躍していることがわかります。2000年に世界初のフロアと平行に寝れるフルフラットのビジネスクラスシートが開発され、2010年前後には新しい座席配置のリバースヘリングボーンシートが登場。これにより全ての乗客が通路に直接アクセスでき、プライベート感が高いシートで旅行することが可能になりました。そして2018年以降はビジネスクラスシートにドアをつけ、よりプライベート感を高め、ファーストクラスシートに近づきました。2020年現在、一番いいビジネスクラスシートは ANA のザ・ルームと言われています。今後ビジネスクラスシートはどう変化していくのか非常に楽しみです。ANA のザ・ルームにはまだ載っていませんが、 Q スイートをはじめたくさんのビジネスクラスの搭乗レビュー動画を配信しています。ビジネスクラスレビューだけではなく、ファーストクラスレビューもしているので、ぜひ私のチャンネルをチェックしてみてください。それでは次のフライトでお会いしましょう。